もあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとあ太郎です。新企画あゆ太郎全クラ2連覇への道、イエイ。はい、ということでですね、この企画はですね、はいはい、あの全クラ2連覇に向けて、まあ、僕がいろんなトップ選手やクラブチーム、実業団などをいろいろ巡って、まあ、いろんな人と、まあ、練習したり試合したりいろいろなアドバイスをいただいたりして、どんどんレベルアップをして全クラ2連覇をしちゃおうじゃないかという企画でございます。今回まあ、最初の企画ということで、まあ、今回試合をするんですけど、最初にふさわしい相手に来ていただきました。今回1日限りの大復活ということで、あの2人に来ていただきます。登場お願いします。はい、ということで、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。これだけでめっちゃ強そう。いやー、この絵になりますね。すごい、めちゃめちゃ久しぶりに。だってもうこの2人がテニスコートに並ぶっていうことがあんまないです。そうですね。ということで、はい、松口山口に登場していただきました。はい、よろしくお願いします。ということで、戦うわけですよね、それで。今回このペアと戦います。で、いろいろ試合終わった後に、まあ、いろいろアドバイス聞いたり、まあ、僕が前回2連敗するのに何が必要かというのもアドバイスをいろいろこの2人から聞いていこうかなと思います。で、今回ですね、この松口さん、まあ、みんなご存知の通りなんですけれども、はい、まあ、今回退職というんですか、仕事を、ね、はいはい、辞めまして、この新しい事業というのか、はい、をやっていくということなので、まあ、その詳しい詳細とかはまた次の動画で深く掘っていきたいと思います。今度こちらのターンでね、いろいろ攻めていきたいと思いますので楽しみにしてください、はい。で、山口さんの方もソフトテニスブレイカーズということで、ソフトテニスのイベントや練習会とかいろいろやってますので、はいはい、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、しかもちょうど今日はソフトテニスマガジンにも載ってる、そうですね、ですかね、はい、マガジンの方も本日発売、マガジンの方も発売ということで、ぜひぜひ買ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。よし、はい、久しぶりに頑張りましょう。よいしょ、お願いします。あゆ太郎チャンネル。
チャンネル。ありがとうございました。すげえ、すげえ。いいね。いや、いいっすよ、なんか気持ちいい感じでしたね。めちゃめちゃ久しぶりのテンポだからね。確かに。なんかテンポが早い。生き生きしてる。生き生きしてる。ああ、これだったこれだったみたいな。もうなんか余計なことじゃなくて。あ、確かに確かに。もう集中できるからね、もちろん。プーチルンってやるルンってもらえる。立ち方でも現役の時に。レベルアップしてる。なんか気楽だ。リラックスしてる。なんですか、すげえ頼もしい背中が。スキップで取られた。ルンってね、トップ中はこっちないでしょみたいな。スキップボレーね。まあ、今夜1日限り限定のペア復活。新しい仕事、内容も一応ちょっと言ってきますか。神奈川県厚木市の方で、ライフブーストという会社で、人生を後押しするというようなことで、名前付けたんですけど、そちらの方でですね、その点数のスクール活動と、あと、全国的に出張レッスンだったり、マンツーマンだったり、そういったものを行っていく会社を設立しました。ぜひ、ご読みいただければと思います。で、山口さんの方もやってますね。はい、ソフトテニスブレイカーズっていうイベント団体を立ち上げまして、去年ですね。で、そこでテニスの裾野を広げようっていうのがね、一つ理念にあって、で、テニスやったことある人もない人ももうごっちゃになってね、あ、ソフトテニスってこういうな面白いもんだなみたいなイベントっていうのを開催してますので、興味ある人はね、ぜひぜひインスタからね、いろんなイベントを月1ぐらいでやってるので、見てもらえればいいかなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。で、あと渡辺さんも自分でここで始めるタイプで仕事始めることでまだテニス関係じゃないんですけど、はい、あ、じゃあインスタを貼っておくので、そうですね、そちらの方準レギュラーでやってますんで、はい、お願いします。インスタよろしくお願いします。僕の方もホームページ、あ、ホームページ貼っておきます。はい、で、松口さんに関してはこの後もうちょっと深く追求していきたいなと思いますので、はい、皆さん楽しみにしてください。なんならそこの場所まで行っちゃおうかなと思ってます。あ、ぜひぜひ行きましょう。仕事場所に。仕事場所に。じゃあお願いします。これからもよろしくお願いします。はい、この動画がいいねと思う方はグッドボタンをします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンをします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年と2000年前から愛してる。街を抜け海に出たら次はどこ目指そうか。窓から見下ろす街並みは騒がしくて、yeah、 青色の空に神様が来て願いを一つ叶え
虫は何を願う。